今日もかわいい、ありがとう。こんばんは。明日から3連休。確かに皆さんはどう過ごしますか。まあでもちょっと台風がね来てるので天気がね悪い3連休になっちゃうので、ちょっとなかなかね、まあ東京は緊急事態宣言が出とるし、なかなかちょっとっていう状況ではございますな。それは何にもワンセブンライブ以外の予定は特にないですね。こんばんは。特にないです。まあ皆さん台風近づいてきてますのでお気をつけて、まああんまりね、まあ、お仕事の方はしょうがないけど、特に用事がない方はお家でゆっくり過ごしましょう。きっと風も強いだろうからね、雨風がね。まあ、気をつけて参りましょう。ぶどう狩りしてくる。うわいいね、ぶどう狩りってさえしたことない。何が楽しい、どんな感じなんだろう、楽しいのかな、なんかイメージがつかない。なんかさ、いちご狩りとかさ、さくらんぼ狩りはさ、こう取ってその場で食べるやん。ぶどう狩りってぶどうをこう収穫体験みたいなことなのかな。収穫体験してお家に持って帰れるのかな。いまいちよく分かってないんだよね。こんばんは。10万のパソコンパーツ壊したわよ、慰めてください。10万のパソコンパーツって何、高っ。高っ。サリンこんばんは。こんばんは。収穫してその場で食べる、あ、そうなんだ、ぶどうもその場で食べれるんだ、うまそうやな。こんばんは。じゃあ取れたての新鮮なぶどうを食べれるってことね。最高の企画じゃん。いいね。私は今日ね、今年初めてシャインマスカットを食べました。そう、ついに今年初シャインマスカットちょっと食べました。4粒くらい今日食べました。トメさん、かわいいギフトとクリギフトありがとうございます。こんばんは。あー、グラボか、グラボは高いね。まあパソコンのやつが壊れちゃったのは買い替えの運命だったということで強くいきましょう。今日のズダタは長野パープルでした。こんばんは。こんばんは。長野パープルも今お家にあるので食べるのを楽しみにしています。全然どんな味だったか忘れちゃった。まだ食べてない。皮ごと食べられるぶどうは嬉しい。それな、なんかさ、幼い頃はなんか皮ごと食べれるぶどうそんなに好きじゃなかったんだけど、なんかちょっと年を増すごとに皮ごとのぶどううまいなって思う得るようになってきたんだよね。こんばんは。こんばんは。長野パープルとシャインマスカットしか勝たん。それな、巨峰とか普通に好きだけどね。巨峰とかナイアガラとか普通に好きだけど、やっぱ強いよね、長野パープルとシャインマスカットはね。その中でもブドウの中でもね、わかるわ。昨日やっとプレステ5が買えました。お、いいですね。一時期本当に買えないって話題になってましたもんね。それは
プレステはあまり通ってきてないのであんま分かんないんですけど、任天堂で育ってまいりました。そう、長野県ね、ぶどうの産地ですからね。こんばんは。労働時間がほとんどないと噂の PS5。 そうなんだ。でもなんかあのスパイダーマンのゲームのなんかグラフィックがめちゃくちゃいいみたいなの聞きましたよ。超綺麗みたいな。やっぱゲームどんどんねグラフィックが綺麗になってリアルになってきたから、なんか没入感はすごそう。ゲームのわかる？すごい現実とのこう没入感はすごそうですね。ゲーム最近やってないな。やってないっすね。こんばんは。おじさんになってゲームをやらなくなってしまった。まあなかなかね、わかるわかる。それな。サニーは 2D のゲームが好きそう。結構好きだけどね、 3D のゲームも。どうだろう、最近ゲームしてないからな。でも最近 3D 結構お気に入りですね。 3D っていうか、そう、最近はスマホゲームくらい。そうなんだよ。遊びに来たよ、ありがとうございます。そう、最近はでもスマホゲームもあんまやってないからな。私ゲーム全然、ゲームしてる暇じゃなかったっていうのも大きいけど、愛媛でね稽古三昧だったので。こんばんは。普通にあのレイトン教授買ったのに全然できてないのでちょっとやりたいなと思っております。こんばんは。レイトン教授を進めたいなと少々思っておりますけれどもね。こんばんは。相変わらずポケモンやってる人多い。確かにポケモンは普及の名作ですからね。こんばんは。いやースイッチ全然起動してない。もう2ヶ月くらいスイッチ寝てる気がする。やりたいんですけどね。こんばんは。ダイパー欲しいな。世代ですか？ダイヤモンドパール。私はねダイヤモンドパール触ってないんですよ。ポケモンの話なんですけど。こんばんは。こんばんは。サリンはゲームより動画編集してそう。まあ動画編集も好きだけどねこんばんは。ポケモンね、ポケモンはあれ、なんだっけ、スイッチのやつあれやってたけど、ソード&シールドか、シールドやってたかな。しダイヤモンドパールの映画ディアルガ、夏ディアルガ、全然ビジュアル出てこないけど名前しか知らない。全然ビジュアル出てこないけどね。なんだったっけな、見ればわかると思うけど。サリンのゲーム実況を見てみたい。いやーね、どうでしょうかこの前ねちょっとホラーゲーム実況チックなやつはやりましたけどね。はい、懐かしいねあれも。まあまた機会があれば、機会があればってことで私がやるかやらないかなんだけどね私がやるかやらないかなんだけど、そう、やろうと思えば別にいつでもできるんですけど。ディアルガ対パルキア対ダークライ。うっ、ダークライ懐かしい。私ポケモンパンでダークライのシールめっちゃ集めてたこんばんは。会議終わった。お疲れ様。初見さんフォローしました、ありがとうございます。イエーイ。ホラーゲーム実況面白かった。お、ありがとうございます。大騒ぎしてたやつね私が。こんばんは。こんばんは。ダークライ懐かしい。あんなに集めてたけど別にそこまで好きじゃなかったな、よく考えたら
ゲームの話してるの。そう、ポケモンの話してる。ポケモンの話。自分は iPhone13? なんて読むのそれ。13って読んでいいのかな。 iPhone 基準にしようか悩み中。ね、新しいの出ましたね。私 iPad が欲しくてさ、今 iPad 今何買おうか悩んでる。なんか新しいやつは iPad mini がすごいいいらしいけど高いじゃないですか。だからなんか別に前のやつ、前世代でもいいのかなと思いつつ、もうね今使ってる iPad がやばすぎて、ちょっともうとんでもなく不具合が生じてるので、下取りに出して iPad 新しいの買おうかなと思ってます。こんばんは。そう、なんかお父さんがね買ってくれるって言ってくれてるので、まあね、仕事道具の一つでもあるのでね、ショールームしたりするし。そう、試験さん、こんばんは。私は映画は撮らないので13はいりません。なんかそう、映画撮れるぐらいなんかすごいカメラ性能がいいって言っておりましたね。さあ、もう13はまあいいかな。 iPhone は別にいいんですよ、今のまんまで。まあ、ちょっと容量が足りないなとはずっと思ってるんですけど、そう、ちょっとね容量も足りないし、バッテリーの持ちも悪くなってきたなとは思うけど、まあでもまだ使えるんで、まあ、iPhone はいいかなって感じなんだけど、 iPad 欲しいっすね。どれにしようかな。なんか正直なんかあんまり違いがよく分かってない、全製品の。そう、何がいいのやら。私は iPad を買って、でもどうせ YouTube 見たりショールームするくらいなんだよなどうせね、どうせまあそれくらいなんだよなっていう感じではある。うん、だからそんな性能良くなくても別に良くないっていう気持ちはちょっとあるけどね。なんかね、そう、 iPad 欲しいんだよね。普通にショールームを iPad でしたいんだよね。まあショールーム iPhone でやって iPad で調べ物とかしてもいいんだけどね。5月に iPad8 買っちゃった。なんか買った直後にさ新作出るとさ、あちゃーってなるよね。 iPhone 製品、 Apple 製品ってね、わかる。そういえば今日は実家に帰ってきたよ、みんな。さやかちゃんは実家に帰ってきたよ。さやか実家に帰ってきてさ、この夜の時間にショールームしてると絶対兄ちゃんが来るんだけど、さっき来てたけどもう帰ってったけど、絶対タイミングよく兄ちゃんが来てやるって。そう、一旦帰ってきた4愛媛に行く前にね、こんばんは。で今日はね久しぶりに地元の友達とご飯を食べました。長野は涼しい？あのね、愛媛とか東京の気持ちで帰ってきたらね、寒かった。まあ今日、いやでも今日別に東京暑かったか。なんか愛媛とか東京の気持ちで悠々と帰ってきたら、あれ？寒いなって思った。涼しいです、とても。こんばんは。久しぶりに2ヶ月3ヶ月ぶりぐらいに帰ってきた。
最近カフェとかハマってるからおすすめ教えてくれ。なんだろう、カフェ。でも最近レトロなとこ好きなんよね。なんかもうおばあちゃんとかおじいちゃんとかがこう一人でもうなんか老後の趣味みたいな感じでやってるとことか、あと老舗のおじいちゃんとかおばあちゃんがやってるカフェみたいなとこ好きなんですよね。こんばんは、こんばんは。東京におすすめなレトロの喫茶店ある？気になる。やっぱね、引いた豆を引いて作ったカフェオレは、カフェオレ？カフェラテ？カフェラテかな、それが好きなのは。うわ、美味しいね。そう、やっぱ味違うわ、当たり前だけど。私のね、あんまり優秀じゃない喉でも、喉じゃない舌でもね、コーヒーの味の違い分かりますね。こんばんは。そう、愛媛ね、なんか松山にね、なんか結構おしゃれなカフェいろいろあって、まだ全然一箇所しか行けてないんだけど、ちょっとね、いろいろ行ってみたいんですよ。こうコーヒーを飲む旅をこうしたいなって思ってる。なんか昔ながらのプリンアラモードとかがあったりするところいいよね。さやも喫茶店巡りちょっとしたいっすね。いろんなところの喫茶店巡りがしたい。ぼちぼち、なんかカフェっていうか喫茶店が好きなんよね。わかる、このレトロな風情ある感じ。そう、純喫茶。純喫茶って何が違うんだろう、喫茶店と。なんかあったよね、なんかあったけど忘れちゃったな。失礼、あくびが出ました。ちょっと眠くなってきちゃった。ドライフラワーのカフェがあって世界観が幸せ。おしゃれー、調べてみよう。いいな、カフェ巡りは生活が充実した気持ちになる。いや、それな、なんかそういうところで仕事したい。ちょっとパソコンカチカチっとやりたいっすね。あ、お酒を提供するかしないかで、しないのが純喫茶なんだ。純喫茶でいいですね、別に。お酒がない方がトラブルとかも少なそうやな。やっぱこう静かな、もうマスターとかがこうコーヒーを注いだり豆をひいたりする音だけがこう静かに響いて、お客さんたちもこうちょっと小さな声でこう喋ってる感じの喫茶店が好きですね。わかる？この気持ち。こうワイワイしてる感じよりは、こうみんなこのぐらいのトーンでこうお客さん同士も喋ってて、いろんなこうマスターのコーヒーの音とかが聞こえる感じがいいよね。いいよね。そういうとこで本読んだりとかもしたいっすね。コーヒーを片手に。いいな、喫茶店巡りしよう。お金のかかる趣味だけどね。絶対に1日1000円ぐらい飛んでっかんね、その趣味。
まあ趣味はお金かけてなんぼですよ。いやまあ貯金も大事だけど、日々の生活を豊かにすることも大事ですからね。楽しくない生活を送りながら貯金が溜まってっても楽しくないからな。そう。最近はなんかこれといった趣味したものがあまりないので、喫茶店巡りちょっとハマりたいですね。なんか没頭できるというか、なんだろう、こう一日お休みとかなった時にじゃああれしようってこうパッと思い浮かぶ趣味が欲しいですね。最近は何もないので、うわー次の休み何しよっかなーてん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 ってことが多いので、よろしくないですね。ひひひ。お疲れ様です。お、ありがとうございます。こんばんは。おすすめのカフェとか喫茶店あったら教えてね。頑張って探す。こんばんは。でもなんかこの昨日の下北 FM さんで、下北沢にレトロな喫茶店結構たくさんあるって言ってたので行ってみようかな、今度暇がある時に。下北沢って結局そんなに行ったことないんだよな、多分1回2回ぐらいかな、全然あの辺全然行かないんですよね。でもなんかあるってね言ってたので、チャレンジしてみたいと思います。こんばんは。最近は休みの日は永遠にキックボクシングしてる。え、マジですごいねえ。さえもキックボクシングとかしたい。楽しい。でも絶対楽しいよね。でも続けられるかな。もうね、やっぱお金をかけてこの太った体ができたから、やっぱ痩せるにもお金をかけないといけないなって思ってるんですよ。だからちょっとジム通おうかなと思うけど、どこに行くかで悩んで結局まだ行ってない。どこにも。ジムいいよね。運動なんか楽しい運動がしたい。なんかさ、お遊びでできるバドミントンとかないのかな。楽しく運動したいな。運動が嫌い、基本的に運動嫌いだから楽しく運動できる感じがいいな。毎日劇場公演とかあったら最高なんだけどね。毎日劇場公演が一番最高だな。絶対健康だし。でもそういうわけにはいかないからな。切ない。そんな感じでちょっと今日も短いですけど、そろそろ終わりにしようかな。眠くて頭が回らなくなってきました。もうね、最近すぐ眠くなっちゃうんですよ。まあ今日早起きしたしね、早起きもしたのでちょっと眠いので、ぼちぼち終わりにしようと思います。
ランキングを読みます。13位タカさんありがとうございます。12位チタトちゃんありがとうございます。11位オメーラさんありがとうございます。10位あやかちゃんありがとうございます。9位、バイコドさんありがとうございます。8位マサトさんありがとうございます。7位ヤスさんありがとうございます。6位立山健慶さんありがとうございます。5位ともちさんありがとうございます。4位ピアノマンさんありがとうございます。3位マンダリンさんありがとうございます。2位ケンケンさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイ。ということで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。みんなも早く寝てください。私も早く寝たいと思います。おやすみ。バイバーイ。